はい、こちらの問題です。円に内接する四角形。きたね。円に内接する四角形問題。において、AB が3、BC が7です。お、来た来た。CD が X、DA が 12-X。足して12だってことは分かっているけれども、はい、長さが分かりません。だから、例えば、ここの AB の長さ3ですよ。で、BC の長さが7ですよって分かってるけど、CD、D の場所を、例えばこの辺に取れば、この辺に取れば、DA。 がこんな風になるだろうし、さらに、まあ、全然違う。えー、この辺。この辺に D を取れば、こっちがね、DA の長さになるだろうし、っていう風に D の長さっていうかね、それは自由に自分で決めていいみたいですね。はい。あ、じゃあもう一回書きましょうか。はい。じゃあ D をここにして、仮にね、で、ここを X にしましょう。そしたらこちらが12、12マイナス X になるということですね。さあ、この時に、あ、やっぱり X はこのぐらいの範囲でね、 ちゃんと正の値になるようになっていて、で、四角形 ABCD の各 A の長さ、各 A の大きさを各 A、A で、普通の A で表すんですね。はい。で、表すときに、次の問いに答えなさい。でも、この瞬間に、ほら、四角形の面積って言われてるわけだから、最終的には二つに三角形分割して足し算するんだからね。そうすると、ここの対角線に対して二つの三角形っていうのを、ABD と BCD を取ってあげて、 で、もちろん、これとこれ、向かい合う内角の180度ってことも利用しつつ、予言定理の連立をして、コサイン CA とサイン A っていうのを、ね、え求めて段階的に弧保に行くという流れでしょう。ちょっと文字があるから複雑にはなりますが、とにかく予言定理の連立の練習なんです。はい、それでは早速参りましょう。三角形 ABD と BCD について。まずは三角形 ABD。 3の事乗を足す 12x の二乗マイナス2かける3かける 12x。かけるコサインへ。これですね。はい、整理すると。はい。あんまり整理しないじゃんってね。ここのところ展開しないで置いておりますが。はい、これで abd です。bcd についても。 はい。7の二乗を足す、X 辞乗を引く、2倍の7 × x × c o s サインここ。ここが A に対して、これ180度引く A だね。はい。つまり、これについても、もうさっきからね、前の問題でもやってますが、イコール、マイナス c o s ン a ですから、このようにしますね。はい。というわけです。で、えーと、これでもう連立しましょうよ。c o s ン a と s i n a 出すんですから、はい。これ丸一として。はい。これ丸二として。 へん,へん引いちゃいましょう。僕が展開しなかった理由は、ここ、どうせ展開したき X 次乗出てくるし、X 次乗消えるでしょう。消えるものは最初からなんかわざわざ広げて書く必要もないかなっていう感じです。ではへん,へん引きましょう。丸二から丸一引きます。はい、こういうふうに引き算するとこうなりますね。えー、丸二から丸一引き算すると BD 次乗引く BD 乗ゼ0ですね。で、これ49から9引いて40。こっから、はい、X 次乗から12引く X 次乗引くので、 はい、そうすると、マイナス144、四プラス 24x となって、x 字は消えますと。こういう感じです。それから、こちら,14ら、14xcos a から、14xcos a から、マイナス 612xcos a 引くので、はい、ここがプラスになったりして。はい、そうすると14 x、14x x、マイナス 6x8x、足す 6×12 で72倍の cos a となります。 なんか、もうね、えー、だいぶ8の倍数っぽく全体になってますから、割り算もして整理しましょう。はい。0、両辺8で割ってしまいますね。8で割ると5引く。これ8で割ると144割る8だから 18? はい。足す、えっと、8割るエッ 3x。 はい。足すことの8であるから X、X 足す9。前の cosA かな。はい。ちょっと、汚いけどさ、さっきの問題してやってることは、変わらないんだよ。汚いっていうのは、X とかごちゃごちゃしてるっていう意味です。はい。そしたらこれ、cosA イ,イコールに直します。だから X、X 足す9。cosA。はい。これイコール、はい。これ、向こうの辺に持ってた感じでいきますから、13-3X 足す。 はい。で、X はもちろん正の数ですね。1から11の間でしたね。ですからこれはプラスなので、両辺これで割り算してもよろしい。つまり、はい。求めなさいって言われていたのは、こちら。じゃあこれで順番一緒に揃えちゃいましょうか。9たす X の。13マイナス 3X。はい。こふういう風になってきます。これが、まず最初のコサイン a の値です。で、もう一個が、一応確認。ほら、コサイン a 今出たでしょ。なんで、サイン a です。サイン a 出しましょう。相互関係。 はい、こちら、サイン二乗 a イコール1引くサイン二乗 a になるよね。はい、また、参りましょう。1マイナスサイン二乗 a となるので、はい、1マイナス、これ9足す x 分の13、13引く3 x の二乗ですね。はい、こうなります。さあそうすると、こちら、通分します。はい、9足す x の二乗分の、 はい、こちら9、9たす X の二乗引く、はい、13引く 3X の二乗ですね。はい。まあまあ複雑な形ではありますが、二乗の差が和と差の積になることを使いましょうか。はい、こちら、えっと、A 事情を引く B 事ね。はい。二乗の差が和と差の積になりますから、これを活用します。9たす X の二乗ます。 はい。これとこれ足すと、9足す X と13く 3X 足し算しますね。足し算すると22、22く 2X。はい。別に、あの、まともに全部展開しても構わないからね。さあ、これからこれ引きますと、マイナス4。はい。それから、えー、っと、マイナス4引き算するので、えー、プラス 4X か。 はい、こんな感じになりますかね。さあ、あんまり綺麗ではありませんが、こんな感じになってきます。ちょっと、この後の計算行きたいんですけど、これもちょっとルートかけちゃいましょう。sin a イコール参ります。sin a。今、もちろん、プラスマイナスとつくとこですが、角度 a は0度から180度の間ですから、ちょっと省略してこれだけ書いておきます。はい、そうすると sin a イコール行きます。はい、ルートでかけてしまいます。9たす x の乗分。 はい、22マイナス 2x。かけるマイナス4足す 4x。はい、ですね。そうすると、これありがたいことに9足す x、二乗のルート絶対値で外れますが、9足す x 正なんでそのまま取って前に出してしまいます。で、この4もルート4で2として前に出しちゃいましょうか。はい、2倍のルートで、はい、22マイナス 2x。 はい。そしてこれ x-1。はい。どこまで綺麗にするかというところではありますが、このぐらいでいいかなというふうに思いますね。はい。これで 3A の値が出たというとこです。はい。そしたら最後の問題見ましょうか。はい。四角形 ABCD の面積の最大値。ああ、なるほどね。面積を出すのはできるんだけど、面積がこれ x の関数になりそうじゃないなので、x の式としてどんな式になるんだろうね。はい。楽しみだ。やってみよう。 はい、参りましょう。四角形 ABCD の面積 S とするんだけど、まあ、SX にしとこうか。X の関数になりそうだからね。はい、そしたら行きましょう。S イコールです。はい、こちらの三角形 ABD の面積と BCD 足します。ABD の面積は、二分の三3。12く X A、3A。だね。はい、そしてこちら、二分のか 7×X。 はい。かける、これ、サインの1 8 0度 f a もちろん、ここが1 8 0引く a になるんだけれども、サイン百1 8 0引く a はサイン a と一緒ですね。はい。これも、何度かやって。はい。ということで、整理しましょう。そうすると、はい。2分の3倍の1 2引く x 足すって、これ、サイン a でくくっちゃおうと思います。2分の 7x。 倍の A ですね。はい、そうすると、こちら。二分ので通分してあげますと36、三十六引く。え、十六引く 3x。たす 7x。ってなりますね。で、サイン A はというと、これです。はい、9たす x 分の。はい、二ルート二 カッコ。ちょっと順番変えます。x 引く1かける11引く x. はい。こういう風になりますね。はい。ということです。さあ、そしたらこれ、すごいね、x の関数になったけど、まだまだちょっと複雑な感じがしますね。さあ、この分子なんですけども、これ実を言うと、この部分計算すると、36たす 4x。つまり、ここって36、36たす 4x だから、4でくくると、4でくると、 はい、9たす X になります。はい、9たす X になるということは、この9たす X が約分できるんじゃないはい、一旦ちゃんと書いておきますと、今言った通り9たす X が約分できますね。さらに2、にこれも約分できますので、イコール4ルート。はい、2かっこ X ひく1。11ひく X ですね。 ほら、来ました。ようやく結構簡単な形になりました。途中大変だったけどね。はい、でもやってることは問題一番と変わらないです。文字が入ってくるっていう、まあまあよく出てくる問題になります。さあ、これの何だったっけ最大値だよね。最大値を求めるってこれ、ルートの中身2次関数だと思わないはい、なので、これ2も前に出しちゃおう。4ルート2で前に出してしまい、ルートの中身。これ展開すると、ここね。 この部分を展開します。そうすると、マイナス X しよう。はい。足す 12X。はい。マイナス11。ということですね。さあ、この2次関数の最大値を求めましょうというわけです。イコールです。いいね。この2次関数が最大の時にルート全体、そしてこの4ルート2をかけたこの面積全体が最大になるんですね。はい。マイナスの X-6 の事情。 はい、36をですから25から。はい、となります。で、えっ、ー、と、問題文にありました。X の範囲は1から11の間ですね。ということは、これがいつ最大になるかといえば、はい、えー、ルートの中身がこういう二次関数になっています。はい、もちろん X イコール1と、X イコール11。はい、もちろんこれですからね。Y イコールこれのグラフを簡単に書いたといいます。 はい。そしたら、これはお分かりの通りですね。ちょうど真ん中が x イコール6ということになります。そうだよね。この幅55だしね。ちょうどいいね。はい。ということで、x イコール6の時。はい。ルートの中が最大になり、全体も最大ですね。はい。最大値を求めなさいですから、最大値。はい。4ルート2。はい。ルートの中身の最大値が25となります。だから、ルート25。 でルート25は5ですから、こちら。20ルート2。はい、これが最大値。というふうになります。何はともあれ、予言定理の連立。これをしっかりできるようになった、その上での応用だということですね。ご苦労様でした。どうだったかな理解ちゃんとできたかな理解ができたら、自分の力でも解けるように、アウトプットできるように頑張ってみましょう。数学はね、いろんな単元が繋がってますから。 いろんなところでわからないことが出てきたら、それを自分で調べられるようにこちらでも用意してますので、安心して受講してください。それでは、お疲れ様。